はい、どうも。今日はですね、こちらは京都になります。今回ね、まあ、何のために来たのかということなんですけども、実はね、今日明日はふふツアーをしようかなと思っておりまして、今日は京都、明日は奈良、車ではしごしようじゃないかということで走らせております。高速降りましてね、あと約10分程度でしょうかね、ふふの京都に行きますけども、もちろん私は初めて今回ね、まあ、行くということなので、今日も素敵な素敵な楽しい思い出ができるでしょう。今ね、山道走ってますよ。さっきからね、くね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 言ってるんですよね。見て、これほらほら、これこれこれ、これくね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 。このくねっていうのがね、何回もあるんですよね。こうやって旅チャンネルを作ってからというものはね、今まで以上にね、旅に行くようになったからか、全く乗らなかった車も乗るようになりましたね。バッテリーが上がる心配もなくなりましたよ。左側にふふ京都と書いてますよ。いいじゃん、雰囲気ね。この京都の人がまたね、すごいクワッと達筆な感じ、これがいいよね、雰囲気がすごくいいよね。じゃあ早速入りましょう。ふふ京都、こぼれる光、文化の香り、華麗優雅な京のリゾートをテーマに、秘められた空間に広がる京都のセンシュアスな美意識を感じながら時を味わう旅館です。こんばんは。お土産がいっぱいあるよ。雰囲気いいよね、入り口からね。みんな行こうよ。こっちがね、ほらまた雰囲気すごくいいですよね。まあ、これ入り口が逆なだけです。駐車場が向こうにあるんですけどね。こっちから入ってきてもとてもいい雰囲気でございます。はい、お部屋の前に来てまいりましたよ。今回は最中の王室、ランチャーで山と書いてますけども、ちょっと漢字が読めません。ここは、夫婦ラグジュアリープレミアムスイートツインとかなんかそんな感じのお部屋でね。一応、ここの中では一番いいお部屋です。早速入ると。香りが、すごくいい香りがしますよ。こちらのトイレ見てください、これね。なんか可愛いのがありますよ。あんまりトイレ紹介しないんですけどね。ここもなんかちょっとあれですよね。京都っぽい雰囲気が少し出てる気がしますけども。おー、広い、綺麗って感じですね。京都っぽさがいろんなところから出てる気がしますね。どこから突っ込んでいこうっていう感じですよね。あちらなんかもうね、ちょっとお水が出たらいいんだけど、さすがに、ただ浮いてるだけって感じですか。このソファーもね、でかいなぁ。基本ね、これ二人部屋とかだと思うんですけど、こんなとこでもう寝転がっても寝転がりきれませんね。こちらは、じゃーん。ほら、またね、京都っぽい景色が広がりますよ。あちらの離れでね、また5時からなんかやるみたいなんで、ちょっと後でね、時間になれば行ってみたいなと思いますけども、あとね、なんかお茶のね、セットをこのように置いていただいてます。このお菓子もどうぞって言ってましたけどね。どうもこの茶釜でですね、自分で作ってみようというね、ものだと思うので、ちょっと後でね、私もせっかく京都ですからね、作ってみたいと思います。まあ言うてもお湯沸かして粉入れるだけだと思うんですけどね。冷蔵庫もね、一応あるということで。じゃーん。このね、基本フリーなんですね。で、値札がついてるやつだけ有料だって言ってましたね。ドリンクの方もサービスでつけていただいております。そして、こちらがベッドルーム。このベッドもね、でかいし、綺麗だしっていう感じで、すごく良いですね。こちらね、これでね。あとは、お風呂場ですね。やっぱりね、このお風呂すごい重要ですよね。じゃあ、早速行きましょう。おお、このヒノキのね。めっちゃでかくないこれ、そもそも。すごいね、これ寝転がれますよ、このサイズ。めちゃくちゃいいですね。これ運び入れてましたよ、伏見から。運ぶってどうやって運ぶのかよくわかんないですけど。また多分これも、景色を楽しみながらお風呂に入れるっていう仕様になっているようです。ということでね、もう早速これ見てたらお風呂入りたくなっちゃいました。私のニューヨークシーン期待してる方もいるかなと思いますので、早速今日もね、入っていきたいと思います。ということで今からリラックスして、また17時ぐらいになったらですね、離れ行ってみたいと思います。ふふ、ラグジュアリープレミアムスイート。日本庭園に向かった窓からは、客室にいながら京都の四季を感じられます。ヒノキ香る温泉でも、窓を開ければ東山から吹く風を感じ、露天風呂のような開放感を味わえます。じゃあね、せっかくね、素敵なお風呂ありますので、入りたいと思います。行ってみますか。はい、お風呂入りましたよ。やっぱ広い。わかる？ほら、全然なんか足伸ばしても届きませんよ。温泉と一応ね、運び湯だったから、やっぱり温泉は最高ですね。で、なんかここ綺麗。匂いもいい。最高。
あ、今日ジュースないわ。今日はね、ジュースばっか飲まずに、のんびりお風呂を楽しみたいと思いまーす。さあ、着替えました。離れに行きましょうか。バーかなんか。お酒飲めないけどね。散歩ですよ、散歩。では行きましょう。ゴーゴー。うん、ちょっと夕方になってたね、やっぱりね。10月だからか、暗くなるのも早いよ。いいね。ここなんかいいよね。離れ誰もいないよ。おぉ、素敵な。茶室でもあるのかなと思います。金魚がある。貸し切りだぜ。ただ日本のウイスキーがずらっと入って、はい、次のページから世界各地のウイスキー。そんなウイスキーあるんですね。バーボンウイスキーというのがまあ少し辛、まあ重めの、まあ少し重たい。はい、スピリッツ系ご用意しています。簡単な果実酒などはちょっとメニューに上がっていないんですが、我々がさせていただきます。なるほど。ソフトドリンクあるんですか？ノンアルコールでしたら、はい、ノンアルコールのカクテルをください。かしこまりました。クランベリージュースと、炭酸ということで、ジンジャーエールを少しお入れさせていただきまして、あとアップルジュースで、アップルを入れて、最後にマスクだけを入れていただきます。おいしそう。じゃあ、いただきます。お、うまい。本当にグランベリーの炭酸ジュースって感じ。日本庭園の離れ、枝ぶりの美しい紅葉や松は、夫婦京都が建つ前の庭園から継承され、その姿を今に残し、四季の移ろいを感じながら、バーを楽しんだり、優雅なひとときを過ごせます。ちょっとね、お部屋戻ってまいりましたけども、まだね、お茶を作ってません。お菓子もね、せっかく置いていただいてますので、早速やってみますか。茶釜にお水を入れて沸かします。よーし。加熱。ほんでから、ポリポリポリ。お湯を沸かすっていうことをしないですからね。困ったもんだ。次の一手を打ちますか。めちゃ。あって、煎茶って書いてる。めちゃ。煎茶ってよかった。あ、お湯入れるだけじゃん。俺なんかさ、粉こう、カシャ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 とかやるんだと思ったらさ、作る間何も入れるだけじゃん。ポットがこれに変わっただけじゃんね。あ、でもこれはいいよね。これすごく良い。じゃあ、開けますか。ぴょん。地道な作業ですよ。お茶を飲むというのは、そういうことです。じゃあ、準備万端でーす。お茶とお菓子ですね。では、お茶、いただきます。あ、うまい！これは、茶の葉っぱがうまいんかな？なんか美味しいよ。これいただきますか。いや、おふふって書いてるよ、これ。ちゃんと。このお菓子舐めたらいかんですよ。おふふって書いてるの。だから何って。では、いただきます。うん、うまい！これザ・抹茶なんだね、これ。抹茶僕、苦手なんですけど、美味しい。今からね、ディナーの時間ですよ。4時半でちょっとね、お腹空きましたよ。最近5時半か4時半って多いっすよね。じゃあね、リンゴジュース来たので、まずはこちらいただきたいと思います。うん、美味しい。美味しそうじゃん。わざわざなんかこう装ってくれましたね。燻製を仕立てました、みたいな感じかな。じゃあ燻製からいただきますか。うん、燻製うま。こちらの菊花仕立てでご用意しております。中には大根、ハマグリ、今日のイブ鍋でご用意しております。菊の花を浮かべてご用意しておりますので、お高い時にお召し上がりくださいませ。本日クエとマグロのカマスの炙りでご用意させていただきました。おすびの横にある黒いものは偽醤油でございまして、海苔とお醤油を寒天で固めたものでございます。マグロとの相性がすごくいいので、ぜひお試しください。美味しそう。これね。これはマグロと相性がいいんだって。じゃあいただきます。うん、うまい。お刺身が一番いいですよ。すごいね。美味しそう。まあ、突っ込みどころはやっぱりこの栗かな。栗の中をすくってってた。ああ、すごいすごいすごい。これ。ん？これは栗ですね。ありがとうございます。竹？はい、ありがとうございます。竹の香りと一緒にお召し上がりください。お取り分けいたしますので、はい、もう少々。はい。おそびの横は雪塩でございますので、おすすめはお肉でございますね。こちらもお好みでご利用くださいませ。お肉ですね。雪塩さん、いただきます。うん、美味しいじゃん。お鍋のベースにですね、ぶどう山椒という普通の山椒よりも華やかで少し辛みのある山椒を使用したお鍋になっております。中にはですね、穴子や京の醤油をですね、入れてご用意させていただきました。上にあるのは穴子の唐揚げでございます。そのままお召し上がりいただいてもよろしいですし、お鍋にですね、少しつけてふやかしてからぜひお召し上がりください。はい、これつけても美味しいですよね。だしをいっぱいつけましたよ。うん、穴子さんです。では出させて
ていただきます。華やかな味でご用意させていただいております。美味しそう、ありがとうございます。焼けと生の浜崎ご飯ご用意しております。僕の大好きなご飯の時間が来たよ。うん、前にさて、炊き込みご飯3杯も食べちゃいましたね。ほら、パンパンなんだけどさ、食べよう。梨はね、うまい。はい、どうもー。さて、今から朝食ということで、今日の朝食はですね、お部屋食ということで準備いただきました。こんな感じでーす。そうですね、ご飯もね、そちらで炊飯器を置いてお借りもできるようです。いろいろあるとどれから食べていいか分かんないのがありますよね。ではいただきます。うまっ、うまっ。この味噌汁も美味しいですよ。いっぱい具沢山ですね。もうありすぎ。まさかのコフィアは。はい、チェックアウトいたしましたよ。今回もふふってましたね。お部屋がね、もう綺麗だから、ほんとずっといたいなと思いましたし、温泉は4回ぐらいですか、朝食もたらふく、結局ご飯3杯ぐらいですか、おかわりしましたからね。京都なんでね、まあ大阪人の私からしたらもう1時間あれば来れますしね。逆にあの近すぎてあんまり来ないっていう説もあるんですけど、観光もね、特に今回もすることなくのんびりさせてもらいました。素敵な旅館だったんじゃないかなと思いますけども、今回の旅は私はこれで終わりじゃなくて、京都市内走らせて今度は夫婦の奈良ということでね、今回は夫婦のはしごでございますので、夫婦ツアーをね勝手に楽しんでおります。なので今から奈良の方に向かいたいと思います。引き続きですね、皆さんにはチャンネル登録、高評価、コメントなどなどしていただければとても嬉しく思います。ということで次回はですね、夫婦の奈良でお会いしましょう。ありがとうございました。